皆さん、こんにちは。花子です。今は何もかもが上昇してますね。米国株上昇。まあ今日は下がりましたけど。日経平均株価は最高値を更新中。ビットコインは冒頭1000万円突破。そして為替は150円。どうすりゃいいの今は何もかもが上がってるのに、米ドル資産を持ってない。日本株でさえ持ってない。というそこのあなた。 投資において一番ダメなことは何でしょうか焦ることです。焦ったら負けです。金持ちは焦りません。焦るのは貧乏人の特徴なのです。行き当たりばったり株価が上昇したら自分だけ損するのは嫌だと言って買う。焦って買うから何も戦略を持ち合わせてないからちょっとの下落で焦る。夜も眠れない。食欲不振。もう何もかも嫌だ。あの上司も嫌だ。 この政府も嫌だ。これ以上生きてて何の意味があるんだ。ということになります。でも上昇したものは下落するんですよ。溺れるもの久しからず。そして二つ目の貧乏マインド。暴落待ち。暴落待ちって何か知ってますか自分だけ得してやるマインドです。そして大した計画、準備、実行、修正をしていないから、 まんまと悪い金持ちに騙される。金持ちには2種類います。いい金持ちと悪い金持ちです。悪い金持ちは貧乏マインドを持つ人を見つけて根こそぎ持っていきます。どういう貧乏マインドの人を根こそぎ持っていくかというと短期で儲けよう。簡単に儲けよう。大して調べもしてないのに自分だけは勝てると思ってる。悪い金持ちはそういう貧乏マインドの人を探す嗅覚が鋭いんですよ。人生には戦略が必要です。 計画、準備、実行、修正。貧乏マインド持ってるなっていう人は、これを1日100回言いましょう。計画、準備、実行、修正。計画、準備、実行、修正。はい、何もかもが上昇してますが、焦らない。わかりましたかところで、このリストは、www.financewithhana.com の経済のページに貼っていて、 この本の後ろの方に載っていますが、過去の S&P500 の投落リスト大統領選。まずはこのリストを見て S&P500 が毎年どのように上下してきたかを確認しましょう。私が投資をしたのはアメリカに引っ越した1999年の次の年、2000年からです。1997年に31%上昇、1998年に26%上昇、1999年に20%上昇ときた次の年です。 選挙都市は株価上昇するなんて言われていますが、ブッシュ大統領になった年には株価は10%下落、ドットコンバブルですね。 それでも毎月投資は当たり前という周りの意見を聞いて毎月投資していた2001年にはまた13%下落。そして2002年には23%下落。こんだけ下落したら普通頭にきますよね。私も当時は頭に来て投資の意味ってあるんだろうかと思いました。そして2003年には26%上昇。その後はじわりじわりと上がっていきました。やっと2000年レベルの株価に戻ったと思ったら、 2008年のリーマンショックで S&P500 が40%近い下落。S&P500 ってリスク分散できるんですよね。500社に分散投資しているのに、1年で40%下落。あ、この間だ、あの、病師さんに私の YouTube チャンネルを、あの、紹介したんですけど、やっぱ動画はね、難しい言葉が多くてわからないということだったんですね。 やっぱ慣れると株倉の人たちとしか話をしないから説明が足りなくなってしまうんですね。S&P500 とはアメリカを代表する500社で構成された株価ですあ。次回本当の初心者の方の本出します。ミニハナちゃんと一緒に会話形式のやつ。 私は2005年にアメリカで銀行員になったんですが、2008年のリーマンショックの時は、UCLA があるウエストウッドに住んでいましたが、そこからダウンタウンロサンゼルスまで車で通勤していて、リーマンショックで解雇された人が多くて、急に渋滞していたフリーウェイがスイスイ運転できるようになり、逆に嬉しかったのを覚えています。そして2009年には23%上昇。2010年12%上昇。 2015年に1%以下の下落はしましたが、2012年から2018年までは、ほとんど下落せず、GAFA も中心にどんどん株価は上昇してきました。2018年には、米中貿易摩擦で、アップルが大きく下落したのを覚えていますが、2019年には29%上昇。しかし、2020年3月のコロナ下落、体験した人はどれぐらいいるでしょうか 2020年は皆さんご存知コロナ下落で、なんと2月14日から3月20日までの1ヶ月ちょっとで、あの S&P500 が32%下落したんですよ。その時の米国株界隈は本当にこの世の終わり状態でしたね。しかし結局2020年は16%の上昇で終わり、2021年には27%上昇。その後久しぶりに大きな下落が2022年、米政策金利が 0%から4.25%も引き上げた年でした。そして世の中がまたこの世の終わり状態になった時には、銀行アナリストは2023年も下落するだろうという予想を出す中、2023年は24%の上昇。そして今 S&P500 が年初来8%上昇している中、 バンコブアメリカは年末までの S&P500 の予想株価を引き上げています。銀行アナリストはみんな株価が上がるとこれから上がるといい、下落するとこれから下落するという、全く何のための予想かわかりません。今年は選挙都市だから上昇するなんていう人もいますが、私が米国株投資を始めた2000年には選挙都市だったのに下落したので、そんなのは当てにできません。今、米国株持ってる人も何年から米国株投資始めましたか 表を見て探してみてください。下落をまたいでないとしたら、ラッキーですね。それは2023年から投資を始めていたら誰だって簡単だと思いますよね。下落は必ず来ます。ですから絶対に一括投資はしないこと。これだけは頭に入れてください。株価はどうなるかわかりません。わからない理由を考えてみましょう。まず今は1ドル150円です。この1ドル150円が140円、130円になっていくと、 米ドル資産は為替で7%、13%損失が出るということです。そして円高になると日本株が下落する可能性があります。1ドル150円近くになったのは2022年から今回3回目なんですよね。だから今は円高を心配している人がだいぶ少なくなりました。円高とは例えば150円が140円、130円になるということですね。金利と株価の関係ですが、金利が上がると米国株は下落する。 こちらは2022年、アメリカの政策金利です。政策金利は短期金利に直結します。2022年、確かに下落してますよね。19.4%。なんで金利を上げると株価が下落するのか。簡単に説明すると、金利が上がると株を買っていた人が米国債に資金を移動させるからですね。債権である米国債は株とは違ってお金を貸すということです。 お金を貸すんですから、約束の期限が終わったら、元本が返ってきます。預けたお金ですね。その上、利子までもらえます。その利子が5%近くて元本まで返ってくるなら、5年で株価55%下落しているダウンにも入ってる有名な会社の 3M を買って、配当6%もらうよりもいいですよね。配当もらっても元本が55%なくなるんですからね。 今は AI 株ブームだけど EV 株ブームだった2021年にリビアンを買っていたら現在92%下落です EV は参入障壁が低いと言って量産できないルシードモーターズを買って94%下落した株を買うよりも上がるか下がるかわからない株を買うよりも アメリカが潰れさえしなければ元本100%返ってきて5%近い利子までもらえる米国債を買った方がいいですよね。米国株では配当金がもらえたとしても元本が90%下落したら財産をほとんどなくすんですよ。そしてこういった株を集める人はびっくりするほどダメ株ばっかり集めます。財産なくしますよね。なぜかというと こういう会社の裏に金儲けしようとする人の影までが見えてないからですね。そんな難しいことを考えるよりも、米国債元本100%返ってきて利子までもらえる方がいいですよね。だから金利が5%ぐらい上がると株価が下がります。でも逆にこれからは金利を下げる時期に来てます。 金利を下げるということは、米国債を買う旨味がなくなってくるので、今度は米国株が上がる。でも、米国債、米国株買うと、為替の問題がありますよね。しかし、日本国債を買う旨味ないですよね。日本国債2年債券利回りは、上がっても現在0.171%ですからね。悠長に預けるよりはマシか、ぐらいですよ。 じゃあ、米国債を買えばいいと思っても5、5%利子をもらったところで、もし150円が140円に10円戻るだけで7、7%の為替損失が出るので、逆に損をする。株みたいに1年で20%、100%、うまくいったら300%元本が上がれば、為替損失もカバーできますが、米国債の元本はいつまで経っても0%のまま。 利子をもらうだけで元本は上がりません。あ、米国債 ETF なんて年狂ったものは買わないでくださいね。米国債を買うなら本物の米国債です。日本は今マイナス金利。だから日本国債はほぼ利益が出ない。アメリカの政策金利は5.25%から5.50%だから、米国債で今利益が出る。日本人は為替があるから難しい。そもそもこの金利差。 日本がマイナス金利、アメリカが5%ぐらいの金利。だから円安になる。そして外国人にとっては日本株が安くなるから上昇する。これからパウエル FRB 議長は金利を下げようとしてますよね。これは去年の12月 FRB が出してきた計画表の SEP です。パウエルさんがいつも言ってるのは FRB の仕事は物価の安定と雇用の拡大、物価を2%にするのがゴール。 金利を上げている理由は上がりすぎた物価を下げるため。そしてパウエル FRB 議長が重要視しているのは消費者物価指数の CPI ではなくて PCE。それが先週発表になりました。2月29日。 予想が2.8%のところ、結果も2.8%。だけど、去年の6月を見ると4.6%だったので、かなり2%に近づいてきましたよね。今年の目標は、PCE を2.4%まで下げることです。まだ0.4%足りないです。 2026年には2%まで下げる予定です。そして最近アメリカの経済の調子がいいっていうニュースを結構聞きますよね。アメリカの経済がすごく調子がいいということは、米国株を持っている投資家にとってはいいニュースではないことがあります。あまり調子がいいと物価が上がる可能性があるからです。物価とは、 需要によって上がります。需要が上がれば、欲しい人が増えれば、物の価値が上がるということですね。例えばですが、8%の住宅ローンでは借りたくないですよね。そうすると買う人が減って住宅価格が下がる。でも8、8%でも買いたいという人が増えたら、まだ物価が上がります。 それを今、パウエルさんが確認しているところなんですね。金利を上げるということは、経済の熱を冷ますということです。なるべくなら、アメリカの経済を壊さずに、熱を冷ましたい。それが、ソフトランディングですね。次の FOMC は3月20日です。今のところ、2024年の政策金利の市場の予想と、SEP、フェデラルリザーブの予想は合致してきました。 今年は0.25%を3回利下げするという予想です。しかし今回の3月20日の FOMC では新しい計画表 SEP が発表されます。これは3月、6月、9月、12月に発表されます。ここで3回利下げすると言っていたのを2回に減らしたら、 株価は下落しやすくなりますよね。アメリカの経済は良いニュースばかり。そして今週はパウエル議長が議会証言をします。半期に一度、米政府に現在の状況を説明するプレゼンですね。そこでまた、利下げは急がないという話をしたら株価下落することもあり得ます。アメリカ時間水曜日朝10時が会員への説明。 木曜日が上院への説明。私はこれはいつも勉強になるので全部見ています。そしてもう一つ、これから金利を下げるフェーズに行くんですが、今はそれと反対のことも計画しています。金利を上げることと同じになる、市場から資金を引き上げる、米国債とモーゲージ債を売るということです。金利を下げながら金利を上げるようなことをこれからするということですね。これに関しては、 新忍者会計クラスの皆さんは今週末勉強します。ということでまだまだわかりませんから。 一括投資するな。少しずつ投資しろ。ということです。今年は AI 株ブームですが、2021年の EV ブームに似たものかもしれませんよ。まぁ、あ、2021年の EV ブームはほとんど売上がない会社ばっかりでしたから、まあ、それとは違いますけどね。私は今のところ EV はテスラだけだと思っています。他に量産できるのは中国の BYD もありますが、中国の株は買いません。まあ、だからといって暴落待ちをしろということではないです。 気をつけながら少しずつ変えましょうということです。焦らず、確実に、最初に紹介した S&P500 の乱高下を見ながらイメージトレーニングをして少しずつ毎月に分けて投資をしていきましょう。焦らない、慌てない、ということでゆっくり、じっくり、 資産形成をししていきましょう私が去年の5月にオマハの株主総会に行った時に、ウォーレン・バフェットさんが言ったことをよく思い出します。株投資へのアドバイスは、自分が稼いだお金よりも、使うお金を少し少なくして、その余ったお金を投資しよう。それが世界5位の富豪、ウォーレン・バフェットさんからのアドバイスでした。ウォーレン・バフェットさんはいいお金持ちですね。それでは、さよなら。 2024年1月新人差。日米の差はどんどん広がる今こそ米国株アマゾンで好評発売中アマゾンでは無駄に10か国ぐらいで売ってます花子の考えがぎっしり詰まってます会計クラスメンバーの皆さんも復習になると思いますのでぜひ読んでみてくださいこちらは白黒ですがカラー版も出ましたやっぱりカラーの方が漫画が綺麗に映るんですねカイルちゃんも綺麗に映ってます あ、このカエル私描いてますよ。しかも大体夜中に書いてるので味があってカエルちゃん好きって言ってくれる皆さんありがとうございます YouTube 収益とこの本の利益は全て犬猫保護活動に寄付しています本のリンクは下にあります